各国で確認が相次いでいる変異した新型コロナウイルスについて、イギリスで免疫学を研究する専門家が ANN の取材に応じ、感染力が強ければ数に比例して重症者や死者もさらに増えると警告しました。絶対的な感染者数、感染者の絶対数が増えてしまうと、重症化する率っていうのは変わらないんだとしたら、当然重症者、死亡者の絶対数がずっと増えてしまうんですね。免疫学を専門とする小野正弘准教授は、変異したウイルスについて、感染力が強く、これまでと同じ制限では感染者数は増え続ける。より厳しい制限が必要だという認識を示しました。また、7月の東京オリンピックについて、大勢の人が国をまたいで移動することのリスクを考慮すべきだと強調しました。世界各地でウイルスがさらに変異していた場合、日本を経由して広がるきっかけになりかねないとも指摘しています。